まさかこんなことに、それからもう10年っていうところなんですけど、でまあ、あの普段やってないんでね、あのすごくファンの人たちにはあの失礼な演奏になる可能性もありますが、あの皆さんに助けていただいて頑張っています。おーいえ、では2曲だけやっていただきますね。君が僕を知ってる、すごい私はですけどすごい少ないなって思うんですよね。
なんで、歌い手としてはちょっとでもその気持ちが届ける歌を歌えるようになりたいなと思います。珍しく MC をしましたね。ちょっと喋らなあかんかな思ったんで僕が、まあ、最近はね、その昔と違って YouTube っていうのでね、いろんな映像が見れるですけど、僕が見て本当に何回見ても涙が出るぐらい感動する動画を見てですね、まあ、全然ちょっとレベルが違うんで本当に申し訳ないですけど、スローバラードをね、多分あれ九州の最後のライブですよね。その一人で真ん中で歌うあれ、緊迫感といいますか、歌詞と相まってるね、あれが本当に何遍見ても夜中に枕が濡れるほど泣いてしまうんですけど、今もちょっと泣きそうになってきましたけど、baby.